虎に翼第11集女子と精進は養いがたし。明律大学の同級生で裁判官の花岡悟の訃報を知った智子。その死因は餓死だった。食糧管理法違反を担当していた花岡は職務を貫き、かたくなに闇市のものは口にしなかった結果、なんと栄養失調で亡くなったのでした。智子は正しさとは何なのかと逡巡しつつ、花岡が守ろうとしたものを受け継ぐと心に誓います。昭和23年10月、桂庭が初代最高裁人事課長に就任。そんなある日、智子は桂庭松山健一に呼び出されます。そして智子は家庭裁判所設立準備室への移動を命じられます。大正時代から続く少年審判所と新設間もない家事審判所を合併させ、翌年1月1日に家庭裁判所を発足させることが智子の任務でした。引き受けた智子は無事に設立することができたら今度こそ裁判官にしてほしいと桂庭に念を押します。設立準備室では智子の本領を発揮、その実力を男たちに認めさせるのでした。新しい職場である家庭裁判所設立準備室の場所は法曹会館の屋上にあるバラック小屋でした。メンバーは室長の滝川幸四郎、室長補佐の塩見慶がいます。さらに同僚として明律大学時代の同級生小橋と稲垣も一緒に働きます。第11集ラストで家庭裁判所が誕生します。智子は家庭裁判所の設立に尽力し、後に家庭裁判所判事になり、火災の母と呼ばれるようになります。皆さんご存知ですか？この智子のモデルとなった女性は三淵芳子さんという方です。朝ドラ虎に翼が始まる前に史実に忠実な三淵芳子の生涯前編後編を制作、このチャンネルで公開しています。ぜひこちらの方もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございます。